唐橋は、江戸幕府の大奥女中。後、峰姫月の上老、名は趣旨。聖二位見中納言の苦行、高松子、優の長女で、母は、茂之封夫体の娘。唐橋は、第十一代将軍、徳川家成の娘、峰姫月の上老をお年寄りとなり、1814年、峰姫が、第八代ミッド藩主、徳川成信に嫁いだときそれに付き従って、 江戸にある、三戸藩小石川邸の神屋敷へ入った。幕末から、明治の漢学者、大八木厚志堂の明前り前水無によると、大八木厚志堂の祖父、大八木東左衛門は、峰姫の御用人だったため、三戸藩小石川邸の事情をつまびらかに知っていた。上老をお年寄りとは生涯方向の職で、終身異性関係を持たないと誓って、方向すべきだった。 江戸城を奥にある頃、峰姫の父、徳川家成は、美貌だった唐橋を側室にしようとしたことがあったが、唐橋から拒まれ、謝辞されていた。これには家成も、どうしようもなかった。1829年、成信の死により、成信の異母帝、徳川成明が、三戸藩主となった。峰姫は、成明の藩主就任後も、小石川邸内の御主殿に居住していた。 ある時、成明は、唐橋と密通し、唐橋が解任した。これへ、峰姫が大いに起こり、大御所であった家成へこの事件を申し述べた。家成は、女は、係数が滞って、地の塊などになることがあるので、医者へ見せて療養せよと言い、内実的には、唐橋の子を脱退させ、そこからの回復を待って、彼女を京都へ差し戻した。 しかし、成明はなお唐橋に連覇し、黄金や品がを彼女へ送った。こうして成明は自らこうて、彼女を呼び戻したが、表向きをはばかって、水戸家の国元へ彼女を送って、囲い置いた。水戸徳川家は、江戸城府のため、国元にいた唐橋を訪ねるのに不都合だった。大八木厚市道は、成明は唐橋に会うために、追取り狩り、軍事常連。 解剖などと名付けて国元へこもり、ついに幕府から江戸にある駒込女邸の中、屋敷へ禁錮された、としている。当時、尾張徳川家と紀州徳川家の両校も唐橋の養殖を褒めていた。小石川邸に尾張と紀州の両校が来た時、彼らは唐橋がいれば夜遅くまで遊んだが、彼女がいなければすぐ帰ったというほどだった。 両公は成明がこの女のために乱れた、行いに及んだと聞いて、それは、もっとものこと、我々もあの女に迷ったと言った。さらに、厚志道は、道書で、家成の命令を拒み、成明の誘いに応じたから橋の真珠は怪しむべきで、あり、成明と同じ穴の妖怪であるかもしれないとした上で、恐れ多くはあるが、家成の顔も、成明の顔もあえて、 伊勢物語の美男にも似ていないと書いている。また、厚志道は、家なりが成明へそれ以上に追求できなかったのは、家なりにも随分集態があったので、家なりが自分の行情を帰り見て人を許すほかなかったからだ、としている。なおから橋と成明国元小森について、大谷厚志道の話の審議議以下に関わらず、成明が反省改革のために国元にいることが多かったのは、 事実である。一方、1894年11月10日、高松実村施爵が師団会に語ったところでは、唐橋の妊娠の事情は多少異なる。大奥で重く用いられていた唐橋に、成明が途上の際、何か少しろく消し衣書類の調べ事があると協力を求めたことがあり、やがて二人は、だんだん親しくなってあまり親しすぎたと申すことで、 ありましたという。その後、祖父とトーラが相談して、病気を理由に唐橋を大奥から下がらせ、身をものまま見途上に移し、男子を出産したという。1921年、三田村遠魚は、大名生活の内火で、大奥で牽制を振るった、姉が孝子の妹、花の井と唐橋が同一人物である、という説をルフした。しかし、高松家府に唐橋は、 高松子、優の娘と記載され、橋本家父に、花の岩、橋本実生の娘と記載されている。ありがとうございます。